ちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、あれ髪切った違う。いいよ、そういうの。あ、そっか。髪は神さんに切ってもらってるから。うまいこと言ったら気になってる、まさか。全然うまくないよ。っていうか、何これ。すっごい可愛くない？なんかの野菜畑みたいな。そうそうそう、開封しながらさ、野菜市場みたいになってる。スタッフのこと言ってた。こういう野菜あるよねって。なんか農産物直売所みたいになってるよ、ほら。ズッキーニとかさ、なんかこれなんかほうれん草とかがこう遠くから見たらね、袋でこう入ってるように見えちゃって、でも可愛いでしょ、すっごい今回も立派なのがいっぱい届いてます、なのでちょっとずつ紹介していきたいなと思って、一応明日ハウス販売で販売します、はい、あとネットショップも明日更新します、はいはい、でアイオニウムから紹介してて、いいっすよ、まずこっちからそっちから紹介していい、はい、それがすっごい鮮やかで綺麗じゃない、しかもでかい、でかいんだよ、ほいこれ、はい、で子が、大体どれもね子がこんな感じで結構ついてます、輸入の時にちょっと潰れちゃってるけど水含んで、あのパリッとすればすごく綺麗になると思います、パリッとすればプリッとするからね、そう、子供もすっごい可愛いんだけどほら、でこれちなみにレッドウィッチ、レッドウィッチ、レッドウィッチね、はい、可愛いでしょ、もう鮮やかな赤だよね、うん、すっごく綺麗、レッドウィッチです、はい、大きさは大体、あれ今物差しどこやっちゃったんだっけ、8とかで見たらどう、ん8で、あ、そっか、8と合わせた方が分かりやすいか、持って8持ってる人がいる、これは何号鉢、これが、10.5 だから3.5 号だから大体じゃあ10センチと考えてもらって、こんな感じです、ちょうどいいぐらいじゃない、10センチでちょうど今しぼんだ状態でぴったりね、これ開くからね、アイオはね、だけどこう根張ってこう出す上には、だから端的にはこのぐらいでちょうどいいんじゃない、ね、で開けば鉢よりだいぶはみ出すけど、こんな感じです、大きさのね目安としてね、レッドウィッチです、レッドウィッチ、はい、で次がこれがメデューサ、メデューサ、メデューサはね幹はこんな感じで細いです、本当だ、ね、でも大体ほら10センチぐらい大きさ、もう少しあるかな、10センチ前後、はい、ね、こんな感じです、メデューサはちょっと赤が濃いね、濃い赤、メデューサね、これね、カタログで見たらすごいね、この紅葉した時に中がすごい面白い赤になるんだよね、なんて言うんだろう、また全然色味が違う、で次ここ、カナリエンシスの錦鯉、これがでかくて笑っちゃうんだよ、取りやすいところからやらないと肉あの雪崩が起きるから、こんな感じです、もっとでかいのとかもあったよ、でも重みがすごい、だ今回ネットショップで販売するときに、これ重量が出ちゃって4種郵便じゃ送れないから、だからあの U パック、U パック限定で送ります、はい、でも暑くなってくるし、あれは暑いのちょっと苦手だから、ジャングルに生えてそうだね、なんかすごい可愛いんだけどこれちょっと自分で欲しいよ、このカナリエンス、そうだね、ね、で次がこれが翡翠、翡翠、翡翠だって、可愛いね、ね、そう、細かくて葉が柔らかくて群生してます、裏側から見るとこんな感じ、もうニョキ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 出てて、ボール状になるやつ、リリーパッドみたいな感じになりそうだよね、この形が、そうだね、葉っぱはツルツルしてて、柔らかい葉っぱね、で白い斑が入ってます、っていうかエッジっていうかね、縁がね、翡翠ね、これね、翡翠です、で次が小人の祭り、なんかこういう系がすごい好きなんだけどさ、可愛くない、もっと開いてこう柄が出るんだよね、小人の祭りね、はい、はい、で次が噛んじゃうかな、ちょっと待ってね、噛んじゃうからちゃんと見てから言うね、次のやつね、何回も噛んでる、さっきから練習してるんだけど読む、これね、カメラ離さないと収まんない、ここにいる人ね、ああ消えちゃった、ここにいる人ねって言ったら消えちゃった、どこ行った、あった、アルボレウムシルク植えたさっきも言ってたでしょ、アルボレウムシルク、はい、すごい、これもすごいの、これ幹がさ
セロリとかみたいな。キュウリとかセロリとか、うん、ズッキーニとか、うん、本当にね、手がでかいからそんな大きく見えないかもしれないけど、でかいですこれ、うん。ちなみに10センチの鉢と比べてこんな感じね。うん、大体このトレイのここが35センチぐらいあるんだよね。うん、こんな感じ。写真で撮った時は定規当てて撮ったんだけど、うん、本当にこんな。長さもあれだね。うん、で下から。鉢じゃちょっと倒れちゃう。全然無理だよね。もっとでっかいのにしないとね。6号ないと、うん。こんな感じで子が下からいっぱい出てます。で裏から見るとこんな感じです。うん、こんなのがさ庭にいっぱい入ったら可愛いだろうね。可愛いよね。ジャングルにしたいんだけど。うん、でも冬ダメだろうな。うん、冬はね。でも南の方の人だったらそれできるんかな。できるかもしれないね。羨ましい。これアルボレウムシルクね。うん、で次がちょっと待ってね、シャネルだ。こっち、ちょっと待って。はい。ちょっともう一回こっちを見てから、はい。こっちから紹介していい？うん、リリーパッド。前回も入荷してたリリーパッド、すっごく人気だったのでまた追加で入荷しました。はい、だいたいやっぱり。この 10.5 センチの鉢、3.5 号の鉢でぴったりぐらいじゃないかなっていう大きさです。はい、リリーパッドってさ、うん、成長していくとどん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 ボール状になっていくんだよ。うん、それが可愛いんだよね。わかる。こうね。で、うん、紅葉期はこういう風にオレンジ黄色に紅葉します。うん、今ちょっと真緑だけどね、うん、紅葉してすっごく可愛くなります。はい。はい、で、ちょっと待ってね、うん。嘘の情報を教えちゃうといけないから。うん、ちょっとちゃんと名前を見てから。これ色がまた面白いね。面白いでしょ、うん、ビッグバン。ビッグバン、うん、かわいくない、うん、柄がこのなんて言うんだろう、これは裏から見て葉っぱの色。なんでビッグバンかわかる？爆発したん？いや、こう中心から爆発したみたいな。あ、そうだよ ね、 になるんだろうね。そんな感じだよね。この斑入りの感じすごく綺麗だよね、うん、ビッグバンね。先に向かってこう広がっていく感じ、うんうん、で、これがね、ちょっと待って、ちょっともう一回見ます。はい、嘘教えちゃったら良くないからさ。さっきおさらいしたのにもう忘れちゃうんだよ、こうやって。じゃあ覚えられないだろうなと思った。年取ってきてるんだよ、どんどん。で、次がね、これがね、銅壺、白錦って書いてある。銅壺、うん、これ、これね、うん、前は入れてないよね、この名前はね。うん、多分銅壺の白錦って書いてありました。なんかね、爽やかなパープルだよね。うん、なんかすごく面白い柄をしてるんだけど、多分さ、アイオニウムあんまり好きじゃない人とか興味ない人が見たら一緒じゃんとか思っちゃうかもね。でも違うんだよ、ちょっとずつ柄が。違うよね。うん、で、カタログで見た時の紅葉期の色で見ると全然違う。へえ、うん。で、やっぱりこれも下から見あの新しい子がね、出てきてて幹立ってます。はい、だいたい今10センチの鉢でこんな感じです。はい、ね、うん、はい、で、次が、ちょっともう一回見るね。はい、ちょっと待ってね、うん、次が、こっちがそうだ、こっちが、うん、シャネルだ。こっちがシャネルね、うん、ちょっとなんかいいね、シャネルなんて、うん、葉っぱが長い。そう、これとこれがちょっと似てるなって一瞬思ったんだけど、やっぱ全然違うんだよ、色合いが違うね、うん、ね、うん、シャネル、はい、はい、やっぱり幹立ってて、うん、だいたい 10.5 センチの鉢と比べるとこんな感じです。はい、ね、これはね、そんなに数がないの、シャネルは、うん、で、次がで、これが次がインクペインティング、うん、前も販売したけど、前の時はもっと幹立ったタイプだったんだよね。今回は幹立ってない、こうちょっと短いタイプです。名前しか覚えてない。そう、なんかね、柄が面白いね、これも。この柄がダラーンとなってて、うん、ね、で、10センチの鉢と比べるとこんな感じです。はい、インクペインティングね。はい、で、次どう育つんかね。ね、大きくなってからさ、こんな感じになってから見てみたいよね、うん、で、次がハロウィンの2匹、前回もあったよね、うん、前回のよりちょっと立派かもしれない。うん、そうだね、うん、もっと前回のは丈が短くて頭は何個かあったけど、こんなにいっぱい頭がなかった。え、ちなみにさ、うん、アイオニウムって普通に
刺し木してもいいんでしょ。そうだよそうだよ、どんどん、うん、増やすと刺し木してこうカットしてあげて、うん、刺してあげればどんどん増える。この間、うん、そっちにあるね、それその長い人いるでしょ、うん、どれだ、それそこそこ下に置いてあるこれ、うん、それを冬の間にもう頭のこのあれが葉っぱがなくなっちゃって、うん、きれいに整理してカットしたの、うん、そしたらいっぱい出てきてる、もう横から出てきてるね、うん、で切った頭は刺してあげればね、他に刺さってると思うのみんな頭が、うん、ね、でこれハロウィンの錦ね、はい、はい、結構立派だよ、うん、でこれも花火みたいなパンパンね、かわいいねすごく、うん、はい、はい、ハロウィンの錦です。で次がこっちは普通のハロウィンの方、ハロウィンボール、そう、すっごいこれ前回もすっごい人気あった、うん、すぐなくなっちゃってそれなんでまた今回入荷させてあります、うん、ハロウィンの錦ね、あ、ハロウィンね、こっちは ね10センチの鉢と比べるとこんな感じ、だいぶでかい ねでかい、すごいよね、かわいい、うん、で、次がこれが、うん、ここに名前書いてたゴールドエメラルドだ、うん、ゴールドエメラルド、ほうほう、ね、うん、でほら子供がやっぱり下からわさわさ出てます。開いたらこれじゃ収まらないぐらいの大きさにはなると思うんだ、うん、パンと開くからね、そうだね、うん、ゴールドエメラルド、はい、でその次がこれがなんだっけ、粉体って言ったんだっけ、粉体、粉体だよね、うん、ちょっとなんかお化粧みたいな、そう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 、お化粧みたいな意味、粉体です、うん、でかい、これも重みがすごい、うん、ねえ、だいたい 10センチの鉢と比べるとこんな感じ、これじゃ倒れちゃうね、頭がでかすぎてね、うん、大きい鉢に、で棍棒かなんかみたい、頭引っ張らけるぐらいの大きさだよね、うん、もっと大きいのもあったよ、うん、ほら、うん、これもなんか見てなんかすりこぎのなんていう、すり棒みたい、うん、でかい、あのすごいさ存在感あるよね、こんだけ大きいとね、うん、次がね、はい、ちょっと待ってね、どっちだ、これ今日はさ、うん、風がすっごい冷たくない、うん、で次がこっちから紹介しようか、はい、スターバースト、こっちがスターバースト、うん、うん、スターバーストね、はい、すっごいスターバーストってさ、まあ、持ってるけどさ、こんなに立派なの持ってないんだよ、うん、こんなに立派にするのが大変だよね、うん、もうブーケだよ、可愛いんだけどこれ鮮やかでピンクになるよね、スターバーストって、ああ見たことない、俺サンバーストだったら知ってるけど、スターバーストスターバーストだよねこれ、うん、うん、サンバーストは柄がないやつだよね、うん、前でっかいのあったよね、これ花が咲いちゃってさ、そこにあって、うん、花が咲いちゃってダメになっちゃったの、うん、サンバーストの錦がスターバーストだよね、うん、確かね、そうだよね、うん、あ違ったっけ、はい、違ったらどうしようと次が、うん、ね、さっきのはビッグバンだったよね、うん、こっちがスーパーバン、そっかスモールバンとかにまたスーって言ったからこっちはね、あの柄が外側に出てる感じ、え、はい、やめて本当にねなんだっけ、スーパーバン、うん、ですっごい立派ですこれ、もう最初に言っとくけどこれお値段が結構いい値段します、はい、だけど多分その手に入らないと思うんだよね、こんな立派なの、かっこいいねなんか、うん、これ数が全然ないので、うん、本当に欲しい方は本当早い者勝ちです、好きな人は好きなんだよね、これってね、ちょっと欲しいもんこれ自分でも、うん、でも欲しいね、え立派だよね、うん、で、次なんだったっけ、これ、これが、うん、カシミヤ、グリーン、カシミヤグリーン、グリーンだよね、うん、でかいの、これもうわ、重っ、今まで紹介してきた中で一番重いかな、これが、カシミヤグリーン、天狗のこれみたいなね、本当だよね、うん、すごい大きい、もうこれだってさ、1本に分けたこの1本だけでもすごい大きい、重いよ、うん、これはもうユーパックじゃないと配送できませんそうだね、編集便で重量オーバーで戻ってきちゃうからね、うん、はい、
はい、で、うん、そんな感じ、アイオン入門をね、はい、で、一つアイオン入門を選ぶときにお願いがあるんだけど、うん、やっぱりこう枝、抜き立ちしてるから枝が折れやすいんで、うん、欲しいのがあるときはあんまりこう何回も手に持ってね探さないでもらって、上からパッと見た感じで見てもらって、これがいいなっていうのを手に持って選んでもらいたいんだよね、うん、そうじゃないとみんな折れて取れちゃって、うんうん、他の方がね買えなくなっちゃうので、それだけご協力をお願いします、はい、どうしてもね、特にこれがねすっごい折れやすいの、ここが、うん、取れちゃうから。でネットショップの場合はやっぱり配送中にもげちゃうことがあるから、そういう時は横に刺してもらって、うん、ね、お願いします、はい、ネットショップの分はもう分けてあるからね、うん、大丈夫なんで、はい、はい、であと、うん、もう一つ、うん、超みんなからリクエストが多かった、うん、じゃじゃん、ウェディングドレスで、うん、今回ちょっと大きさにばらつきがあるんだよ、うんうんうん、だからこうばらつきがあるんで、うん、ね、ネットショップのはばらつきがないように均一に揃えて出そうと思ってます、うん、はい、はい、こんな感じでばらつきはあるけど、まあ大型系はね、この梅雨から夏の間に一気に大きくなるから、うん、水しっかりあげてもらえばね、幹の大きさはそんなにさほどね変わりはないから、うん、成長しちゃえばすぐこっちになっちゃうんでね、うん、あった、根性器ね、そんな感じでフリフリが入荷してます、はい、あともう一つ、はい、フリフリ一緒に、あった、津波、うん、津波もすごいリクエストが多かったんでもう一回入荷しました。一回販売したんだよ津波って、うん、ね、うん、津波です。俺が歌いたくなっちゃうと思ったやつでしょ。だからそれ前も言ったよね、それ歌えなくて、あと、うん、森さんの苗と、うん、あと神さんの苗、カズさん、まゆさんの苗もまだ若干残ってます、はい、はい、まだいい苗もいっぱいあるからね、はい、自分で欲しいけど乾杯が全部終わってから買おうと思って自分のは、うん、まだ手を出してません、はい、手を出したいとこだけどね、うん、あとはちょっとこっち今明日販売する用の苗もざざっと紹介します。はい、この間さ、小太郎の話しなかったよね。うん、小太郎いっぱいいるんだよ。あ、そうだ、これか。そうそうそう、小太郎ちゃん、うん、いっぱいいるんで、はい、よかったらどうぞ。はい、可愛いんだよ小太郎、小太郎大好きでさ、うん、はい、こんな感じ、はい、ね、小太郎ちゃんと、あとパープルエリオだっけ、うん、これもまだね結構数がいるから、紅葉するとこんな感じに紫になって、以前も販売したことあったんだけど、前にね買っていただいたお客さんに、すごく綺麗な苗だよって言ってもらいました、うん、すごいおすすめだよこれ。で次が、まあ、シンディ、うん、シンディね、うん、この間紹介したシンディ、ネットショップ大人気でしたよ、うん、シンディちゃんすっごい綺麗。あとは寒すごい寒い、ロンリーハートもまだいっぱいあります。また持ってきましたロンリーハート、はい、でトランペットも、これはちょっと大きくてしっかりしたトランペットなんで、うん、ね、ぜひぜひと、あとダークチョコレートでしょ、うん、ね、ダークチョコレートに、あとマジックチョコ、あ、そう、マジックチョコ、うん、あ、そうだ、あと一つちょっとそこ見ててくれる、はい、あとはゆっくりね、ノマード一人で喋ってんの、うんこれ、オッケー、はい、あ、すごすごくない、なんだこれ、パーティードレスの儀式、へえ、お値段もすごいよ、うん、すごいけどこんだけ綺麗なものと思ってちょっと入荷させました。だってめちゃくちゃ綺麗じゃないこれ、うん、もう自分で絶対1個買うんだけど、うん、買うよ、宣言した、買う、絶対買う、ちょっとお小遣い足りるかなはい、うん、すっごいね、かわいい、すごい綺麗、なんだろうねこの綺麗さ、うん、前にちょっと前にウェディングドレスの2匹を販売したんだけど、うん、全く全然別物だよね柄の入り方がね、うん、本当に錦っていう感じの色です、うん、これもう本当これも数が全然ないから、うん、でネットショップでは現物品で、うん、販売しようと思ってます、
お値段の張るものだし、うん、柄がみんなそれぞれ違うし、大きさもちょっとずつ違うから、これとこれだって全然違うでしょ。そうだね。だからぜひ現物で買っていただきたいので、うん、これは現物品で明日何点か出せたらなと思ってます。はい。はい、アイオニウムと一緒にね。はい。で、大きなトスカネリで、こっちはフローラだ。こう爪系が自分で好きだから詰めちゃうんだろうね、やっぱりね。ね、フローラ。これはここもあったやつだよね。うん、この辺ももう色がついてきて、締まってきて可愛くなってきた。アップルグレース。うん、ね。あとはこっち側に結構移動しちゃったんで、うん、自分にもあるんで。バイオレットチーズ。うん、おすすめね、バイオレットチーズ。うんうん、あとはオレンジモンゴーとか、うん、そうだ、あとね、エッセンスが向こうにあって、いくつか、うん、エッセンスを持ってくるの忘れてたので、エッセンスを持ってきました。これだ。ちょっとね、もう紅葉は冷めてきちゃってるんだけど、うん、エッセンス4つだけあります、うん、あとはこれはフラットマリアとヒアリ、なんか今回ちょっと自分的にかなりおすすめの、うん、ね、フラットマリアかけるヒアリナ、はい、そんな感じかな、うん、あとはもう可愛いのいっぱいあるから、うん、いっぱい選んでもらえると思うので、はい、寒い、ね、あとさ、何日か前に質問があってさ、うん、答えようと思ったけど何気に答えられなかったやつ、ちょっといくつか読み上げてもいい、うん、新しい方から読んでっちゃってもいいかな、こんにちは、はい、やっと暖かくなっていろんな多肉をお迎えして増殖もやってます。壁魚連も初めてお迎えして何も考えずカットしましたが、ちょっと時期が遅かったでしょうか。この時期からでも挿し木する際気をつけた方がいいことや、かっこ土や置き場所を教えてもらいたいです。気をつけた方がいいこと、あんま直射日光はやめた方がいいね、うん、刺し切って刺してすぐはもう直射日光当てちゃっても全然根が出てこないから、うん、明るい日陰、うん、例えばこのハウスで言ったらよく言うんだけど、テーブルの下みたいな感じ、ちょっと日が入る日陰がすごくちょうどいいです。室内で言ったらだから、うん、レースのカーテン、ちょっと濃いめのレースのカーテンの内側とかでも全然いいです。で、水は切らせないように、で水はけが良くて水持ちがいいもの、うん、ちょっと難しいんだけど、水の流れはいいけど水持ちをある程度良くしてくれるもの、うん、でやると砂と赤玉とか、うん、で発酵させると早いです。はい、以上です。全然遅くないよ、はい、今の時期でも、うん、まだまだ大丈夫、ね、うん、梅雨手前ぐらいまでにちゃんと発酵すれば全然平気だから、うん、はい、はい、そんなことです、うん、はい、あとね、大きめの4つついてる群生のブルーカールを五香鉢でカヌマに少しだけ培養土を入れて置いているのですが、全然発根しなくて、そのうち一つ茎を切ってサンゴ鉢に入れてますが発根しません。何か方法はありますか。切った部分は両方同じようにトップジンを塗っておいてあります。ちなみに1ヶ月くらい土に植えてお水は一度もあげてません。葉も広がっている状態です。アドバイスあれば教えてほしいです。いつも楽しみに動画拝見させていただきます。ハウスにも遊びに行きたいです。で、多分、うん、これは木になってないんだけど、うん、こんな緑の状態じゃなくて、うん、もっと木になっちゃってる状態っていうのがあるんだよね。なんかいい例えがあればいいんだけど、うん、牧室か、牧か、これがなんかちょっといい例えかも、うん、これ若いでしょ、うん、こっちはもう木になっちゃってるじゃん、うん、で、こういう風になってるとなかなか発根が進まないことがあるんで、はい、そういう時はもう根元から一回切っちゃってください、うん、切っちゃってこの柔らかいところを出してあげる。このままポキンとってこの部分を植えといても全然出るんだけどね。まあまあね、うん、出づらいことがあるから、それだったらいっそのことここ短く切ってあげて、トップジンを塗ってあげて乾かしてあげて、で用土に置いてあげる、もしくは根が出るまでそのまま放置してあげる、うん、そうするとだんだん根が出てくるから、それから鉢に置いてあげて、ちょっとでも根が出たらもう水あげてあげれば一気に発根するから、うん、発根させるときは全然カヌマと培養土少なめでも全然いいと思うんだけど、うん、ブルーカールって多分大型のブルー大型っていうかフリフリのやつだよね、うん、だとすると水が結構好きなので培養土は多めでもいいし、その他にカヌマの他にちょっと水持ちのいい用土を足してあげて育ててあげるといいかもしれないです。はい、以上。はい、あとね、
ママさん、パパさん、こんばんは。お花見セットに入っていたロメオ、ギルディの葉が透き通り始めたので鉢から抜いて確認しました、うん、心配で茎から切ってみたら一部変色してたので綺麗になるまで切りました。しばらく切り口を乾かしておいた方がいいのですが、大きな苗で気に入っていたので助けたくて。土が悪いのか水の上げすぎなのか、可愛い多肉購入できて感謝しています。動画も撮ってます、参考になってます。これからも頑張ってくださいね、うん、ありがとうございます。うんと、多分そういうアガボイディスケって、うん、蒸れやすいです、非常に、うん、で、用土をずっと湿らせておくと、ここについてる接点の部分、ここが腐ってきます、うん、なので、発根ちゃんとしてればどんどん水あげちゃってもいいんだけど、発根まだしてなくて置いて水をあげちゃうとどんどん腐っちゃうので、こんな感じで発根がしてきたら、うん、お水を与えてください、はい、で、発根がある程度してきて、うん、こう動かしても大丈夫だなっていう感じになったら、できればアガボケは表面に軽石を敷いてあげたり、鹿沼土を敷いてあげると接地面をね、そう、ここにくっついてる部分が腐りづらくなるから、うん、だからそういう風にしてあげて、ちょっと品種ごとにいろいろ工夫してあげるといいよね、うん、ちょっと特徴をね、うん、ここまで出ちゃってるともう本当に一気にどんどん発根するから、うん、そうだね、大丈夫だからね、うん、であえてこれぐらい枯れ葉は取っといてあげて、置いてあげてもこう濡れる部分が少なくなるから安心かもしれない、うん、はい、はい、自分だったらそういう風にします。はい、はい、じゃあそんなとこそうだね、こうやって以上、以上、多肉の説明でした。はい、はい、現場からは以上です。いいからそういうの、はい、じゃあそんなとこで、うん、とりあえず質問はまた、うん、大丈夫、うん、はい、はい、今日は大丈夫？うん、大丈夫。明日は11時から15時までの営業です。はい。で、アイオニウムはさっき言った取る時の確認のチェックをお願いします。ご協力を。はい。はい。じゃあそんなところで。うん。あとネットショップは21時に明日更新します。明日ね。うん。明日の21時ね、アイオニウム更新します。はい。はい。じゃあそんなところで、うん、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。